本日は野球女子界最強サウスポーが登場。その進化した華麗なる投球をご覧あれ。はい、どうも、ジャジュンです。はい、高見です。はい、高見さん、はい、今日はこんなご時世で暗いニュース多いですけど、クリアして明るいニュースです。おーさ、新メンバー加入です。イエーイ、待ってました。早速見ましょう。お、新メンバーカモーン。おー、はーい、よっしゃ、待ってました。はい、笹川萌さんです。はーい、はい、竹虎が勝ってくれたことで。そうなんです、本人今日いないんですけど。ありがとう竹虎。ありがとう。実は先日国吉 TV vs 野球 YouTuber 向こうさんを行い、お互いのチャンネルのレギュラーの野球女子の出演をかけた対決を行ってきました。その対決で竹虎、なんと向こうさんに対して三振、2打席目も三振、さらに3打席目三振という3打席連続三振で完全勝利をし、笹川萌さんに交渉させていただくことができ、なんと1月限定で笹川さんが準レギュラーとして国吉 TV に出演してくださることになりました。本当にありがとうございます。笹川さんって呼んでますけど、あれ、はい、ちょっと距離ある、やっぱ、はい、準レギュラーですから。そうです、身内ですよ、半分。いや、そうです、やっぱここから萌えちゃんとちょっとみんなで呼んでいこうかな。はい、家族、家族みたいなもんだから。あ、そうそうそう、ファミリー、お兄ちゃんたち、国吉 TV ファミリー、そう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 、はい、お兄ちゃんたちだと思ってもらえると思いますからね。非常に気持ちが悪いから、おそらくね、伝わってると思いますけど、皆さん。というわけで今日は早速萌えちゃんと、ね、一緒に練習やっていきたいと思いますので、はい、はい、まずはキャッチボールからやっていきたいと思います。はい、いいですね。はい、早速いきましょう。ゴー。というわけで早速、萌えちゃんの美しいキャッチボール、ゆっくりとご覧ください。あ、ナイスボール。高見さん初めてですよね、萌えさんの球受けるの。そう、ですよね。今感動しております。感動、ええ、まさか、萌えちゃんとキャッチボールができるなんて。いやいやいや、キモ。最初のボールもいいけど、はい、こう投げてくるこのシルエット、シルエットね、フォーム美しすぎる。うお。見てるの。おわー、ナイスボール。ふぅ、ナイスボール。もう春ですよ、開幕しました。すげー、で、仕上がりがめっちゃいい。おわー、ナイスボール。ナイスボール。なんだそれは。ブルペンのキャッチャーとかも声出すやん。はい、やっぱね、声出ちゃう、良すぎて。うん、試合とかは向こうの女子だけですか、基本。いや、対男性も全然あります。へえ。今去年の夏ぐらいから多分無失点です。おお、すさまじいな。高校、大学って公式やったじゃないですか。はいはい。その時もピッチャーですか。大学の途中までピッチャーやってて、はい、肩壊して、パスでやりました。あ、そうなんだ。うおー、ナイスボール。全部ここ来るやん。あ、そう、めいちゃん見ましたよ。CM、CM。あ、ありがとうございます。ジムビーム。ジムビーム。もちろん飲みましたよね。もちろん。もちろん。あ、嘘ついてる、目下。もっと離れてもいけます。うん、ナイスボール。おーい、ナイスボール。もともと肩って強い方だったんですか、学生時代とか。自信ありました。あ、そう、なんと萌さん、高3の時は遠投88メートルだったらしいです。お料理強いんじゃね。よし、胸に投げます。お、来た。おお、すげえ、すげえ、すげえ、まだいけます、まだいける、まだいける、すげえな。でも確かに見てたら弾道すごい低いんですよね。確かに、まだ余力はありますよ。上に投げたらもっといくもんね。
おお、ナイスボール。おー、ナイスボール、すげえ。すげえ。えぐ。いや、すごい。いけー。おお。いけー。おお。イエーイ。すげえ。すげえ。すげえ。はい、というわけで肩が温まったので続いてピッチングへ行くんですが、実は1年半前ぐらいにですね、萌えさん一度国吉 TV に出ていただいてピッチングをしていただきました。この時もかなりえぐい球投げていらっしゃいましたが、実は今回さらに進化してるんです。女子の軟式野球ってちょっとちそうです、17メートルです。17メートルなんですね、はい。じゃあ1メーターぐらいプレートから前ってことか。そうなんですよ、はいはいはい。18.44 で今日は投げると、投げたいと思います。素晴らしい。よし、カモン。まっすぐで、うん、うおおおえぐ、うん、すげえ。めっちゃナイスボール。想像を超えてくるまっすぐなんだけど、やばい。遠投したんで、なんか投げやすいですね。ね、伸びてるわ。うわ、めっちゃいい。ナイスも。うわ、ナイスも。やばいよ、マジで。やばい。はい、ナイスも。ナイスも。球種何があるんですか。カーブ、スライダー。わあ、ダサい。ダサい。七色の変化球。カーブいきます。お、来たカーブ。カーブ。はい。お。お。お。な、何してるんですか。え、ちゃんと取ってください。すっげえ曲がったけど。やばっ、ヒレがすげえ。おお、ナイスボール。これすごいわ。あ、何してるんですか、さっきから高見さん。想像を超える曲がりだからさ、はい、取れないのよ。取れない。お、帽子をかぶりに行きました、萌えさん。はい、帽子をかぶった萌えちゃん。ここからさらにそのピッチング加速していきます。スライダーで、はい、スライダー。おお、おお、おお、すごい。カーブは、はい、それよりもさらに曲がりが大きくてちょっと縦なんです。ああ、はいはいはい。本当にちゃんとしたスライダーって感じ。すげえな。嬉しい。おお、ナイスボール。いい。チェンジいきます。チェンジアップ、チェンジアップ。おお、ああ、なるほど。練習中。練習中。おーい、さあ、ナイスボー。めっちゃいい。おーい、ナイスボー。すごいな。マジでね、伸びすごいよ。ね。で、一番はあの右バッターのインズバが得意です。オッケー。右バッターのインズバ行こう。行きます。いつも完璧。すごい。コントロールマジでいいっすよね。いや、いいよね。崩れることがまずない、ね、うん。おいおいおい、右バッターのインズバ。ナイスボール。ありがとうございます。
オッケー、素晴らしい、ナイスピー。はい、ということで、いや、すごい、めちゃくちゃいい感動した、ね、勇気をもらって勇気、ぜひちょっと打席で見てみたいね、はい、あ、いいですね、うん、また対決っていうか、ね、とか、いろいろ普通にも練習しながらやっていければなと思います、うん、はい、というわけで本日の動画以上になります。皆さんチャンネル登録お願いします。